さあ今回も始まりました森内大輔のグルメの番組、もう2回目になりますが、言ってもね、僕が女の子のタレントにお店を紹介してもらって、まあ、美味しいお店を僕が発掘していくみたいなもんなんですけど、今回は発掘がね、まあ、前回のすみれさん同様札幌市民だったら、いやもう日本全国もう皆さん知ってらっしゃいますよ。こちらさいみさんにやってまいりました。やっと食べれるさいみさん、僕食べたことなかったんで、今回僕をさいみさんに招待してくれたのは伊関麻子ですね。皆さん好きでしょ、知ってるでしょ。なんと今回ね、二人っきりなんですよ。ごめんなさいね。なんでね、しっかり僕二人分のラーメン代をね用意してきましたんでね、まあ、怒ってあげようかなって思ってます。じゃあまだ、ね、4月といえども寒いんで、そろそろもう入ってみたいと思います。じゃあさいみさん行ってきましょう。にぎわっておりますね、お客さん。ありがとう、待ってました。待ってたのは知ってるけど、レギュラーだしね、盛り上げないスペシャル。じゃあ、それはしない。お久しぶりです。みんな知ってるけど、よ、今日、伊関と2人の予定、あれ今日おごりって聞いて、ね、なんかみんなごちそうしたね。違うか、あほらやってませんでしたっけ。知るか聞いてないです。一人でしょ。いやだっていつもあの感じ見て二人でご飯行くわけないじゃないですか。かわいい、振られてる、振られてる。それは強くは否定できないマジで。だってそんな4人分も僕ないよ、お金。何言ってるの。今ノリノリのね、デスケさんが4枚ぐらいかかっても、何が借金返済の日々だろ、こっちはリアル、なんかリアル無理だせっかくね、さいみさんに来たから、その食べたいし食べさせてあげたいけど、一人分だって、僕と一人分聞いてないです。よし、わかった。だったらいい方法がある。やばいよかったな。よかった。さいみさんのお店の中でそんな変なことはさせませんよ。クイズしよう。クイズに答えてもらいまして、まあ5問ぐらいやろうかな。一番答えた優勝者だけ僕ラーメンおごるよ。あ、そういう感じですか。乗ります。乗る、うん、大丈夫。みんなアホ面してるけど怖いですからね。なしかもな、女同士なんかな、こうやって仲良くしてても腹の中何かけてるか分かんないからな。今日とベース聞いてましたよね。4杯は無理、3杯だったら聞いてるかも分かんないけど、ちょっと待って、あ、無理、だって僕と1人分しかないもんね。だから1人にしよう。引いた顔してた。デートで2次会とか考えてなかったんだ。ほらね、なかったんだ。ほら、魔法のクレジットカードがあるはずだ。今は大体クレジットカード使えるんだよ。お金入れたらシュッてこう吸い込まれないよ。分かんねえだろ。じゃあクイズしよう。はい。ちょっとじゃあ、というわけで、じゃあこの4人の中ですね、クイズに答えて優勝した人だけがラーメンを食べれます。こうご期待。さあ、急遽さいみさんのラーメン争奪クイズ大会になりましたけども、まずね、なんでいるの？私ですか？そうラーメンのためにそれはわかるよ、ラーメン食べたいでしょうよ、わかるけど、じゃなくて、なんでこういう感じなの？実は同じ事務所なんですよ。あ、そうだったっけ？そうなんです、私少女文化っぽくないですけど。あ、そう、いや、もう、ちょっとロングヘア図鑑あ、美少女図鑑、そっか、そうなんですよ。そうだもんね、だからでしょ。そう、分かるけど、じゃあこの手前の2人は、まあ、私、えなさんは、うん、フェアリーテールで、フェアリーテール、あ、まあ確かに一緒にやってるわね。あとはもう、もう一緒なんで、そしてここで、あ、つながってつながってつながってね、つながってますよ。じゃあ結果この状況を追い込んだのは僕みたいな。そうですね。あ、まあ、はい、でも4人分は払いませんあくまでも1人です。さあ、それではね、ラーメンをかけて戦っていただきましょう。クイズには自信あります？リオちゃん、あら、かわいい
いね、はい、いいです。まずリオちゃんワンポイントでございます。早いですよ。何これおかしいじゃないですか。クイズに答えで正解したら1ポイントなんて一言も言ってないよ。そりゃクイズに正解してもポイントがあるけど、それ以外のポイントがあります。まあ今現にあのリオちゃんすごく可愛いリアクションこうやってしてくれたんでね、1ポイントないです。さあ皆さんここから頑張ってください。それでは第1問いきたいと思います。まず第1問目、今巷で騒がれている TPP ご存知ですよね。 TPP の正式な日本語の名称をそのお手元のフリップに書いてください。これはわかる。よーい、スタート。ねえ、今ね最近騒がれてますからね。TPP とはですね、2006年に発足しまして4カ国が作ったのはね、その協定の中でね、あ、ちょっとヒント言っちゃった。この、ね、協定の中で関税を撤廃しましょうと。だって新聞紙に載ってますもんね。まあ確かに、ね、消費者としてはね、なんかね、物が安く買っていいのかもわかりませんけども、結構こういうね、あの、なんですか、飲食店だとかそういったところではちょっとまたね、問題が起こってるわけですよ。まあ大丈夫ですよ。さあ答えが書き終わったようなので、皆さんに一斉に出してもらう前に、先に答えを私の方から口頭で伝えたいと思います。そういう感じなんですね。はい、そんな後に答えバッと出してもらいますんで、じゃあまず自分の答えと見比べてくださいね。 TPP 日本語にしますと環太平洋パートナーシップ協定。やばいかも、やばいかも。これでも簡単だよ。難しかったらなんかね、環太平洋戦略的経済、提携じゃないな、なんかそんなあるんですよね、連携協定みたいな、なんか難しい言い方なんですけど、簡単なこと言うと環太平洋パートナーシップ協定。意外と詳しいですね。僕ね、あの今日ねウィキペディアで調べてきてたから、はい、クイズやる気満々やる気満々、ね、まあ、ちょうどね学んでたんでね、その辺をね。さあそれでは一斉に出してもらいましょう。カメラさんの向かってどうぞ。せーの、こちら。みんなちょっと TPP ってちょっとやってた。すごい TPO みたいになってる。意味はなんとなくしか順番に見ていきましょう。一人ぐらい正解欲しかったけど、ちょっと僕の行くよ。まあ、行くか。あのね、あのエラは置いといて、あの行こう行こう行こう、ちょっと待ってください。行かない、国際農業協会。いやね、あの別にあのね、農業にだと思ってた。こだわってるけど、そこになんていうの、偏ってないのよ。比較的ね、自由な幅の広いあの関税撤廃のね、貿易自由化ですから、農業、まあ、遠くも近くもないから、うん、ゼロポイントです。肉安くなるやつだ。まあ、あれぞ、そうなのありますから、こういう風に書いてました、テストで分かんなかった。適当に漢字を並べてました。あ、だからこうなっちゃったんだな。昔の癖が。さあ、じゃあ続きましてですね、井上さん行きましょうか。ちょっと順番の方が欲しい。あ、エナ、はい、黙ってて。何が、何が、はい、井上さん、タピオカ協会。すごいですね。タピオカのタとピで分けましたね。TPP。タピオカ協会。あ、そうそう、これが今、巷で話題の話題かな、TPP。すごいですね。あなたはどの辺の巷に住んでるんですか。どこで一体タピオカが今話題になってるんですか。はい、正解、下げる。はい。あ、それでは続きまして、さくらひよちゃん行こう。はい、はい、はい、ポイントください。あ、楽しくポイント、ポイ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 、あげるあげる。はい、はい、受け取ってポイント、ポイポイ。かわいい。ポイントあげよう。この辺2ポイントあげよう。ポイポイしたから、ポイポイしたから2ポイントあげよう。そんな高得点。さあ、最後いきましょうか。一番この方ですね、やっちゃいけないことをやりましたね。合ってる。はい、エナのことは TPP はタオハイハイ。いやバカですね。何を自信持って、巷で話題タオパイパイがすごいですよ今。あの人でしょ、あの家の柱かなんかこう折って、まあ、柱飛ばしてそれに乗っかってすごい距離を移動しちゃう。ドラゴンボールで、ね、ドラゴンボール、ド
ドラゴンボールで出てきたタオパイパイの方ですよね。そう、これ間違ってもあっちのタオパイパイじゃないですね、札幌の夢の、まあ、私はそっちで、こらダメ、いやちょっとそっち、うん、でも好きだから、じゃあエナ1ポイントあげよう、やった1ポイントあげよう、1ポイント、おこんなもんクイズじゃなくて大喜利だわこれ全部国産農業協会まあ、忘れちゃいけないのはね、タピオカ協会もひどいよ。協会、協会かぶってる。あ、皆さん、一問目です。あ、女子みたいになってる。あ、盛り上がってまいりました。2問目いきましょう。2問目は、せっかくこちら、サニーさんにいらしてます。はい、さあ、皆さん、こちらにいらしてからにはね、漢字書けますよね。サニーさん、漢字で書いていただきましょう。ただ、ヒントがいっぱい広がってる、広がってるというか、まあ、転がってるんで、それ見られたら困るんで、ちょっと難しくます。さゆみさんといえばやっぱり味噌ラーメン、さゆみの味噌と書いてください。漢字の問題です。それではどうぞ。あ、ね、これはね、書けるでしょ、味噌そっちもね、難しいよね、だって。あ、でも難しいものそう使わなくていいでしょ、簡単なものそうでいいですからね。え、2種類あるの、なんかね、難しい感じ、斎藤さんでもね、難しいサイトね、簡単なサイがあるみたいな感じでね、あ、簡単なほど全然そうですね。おー、結構みんな早い。さあ、皆さん出揃ったでしょうか。それでは、今回はですね、皆さん一斉に出してもらいましょう、正解の前に。それではカメラさんに向かって、催眠のお味噌、こちら、どうぞ。じゃん。さあ、あー、あー、あー、はい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 、性格が出ましたね。うん、性格が出た。まずじゃあちょっと一人ずつまた見ていきましょう。じゃあ今度順番にいきましょう。えなちゃん、催眠の味噌、はい、おー、正解と言いたいところだけど、難しいものそう書こうとしたでしょ。そう、その結果ね、なんかペンの太さでちょっとごちゃごちゃってなってね、分かりづらくなっちゃった、その味噌、うん、味噌の、そうだった、味噌、くそー、はい、ゼロポイント厳しいよそこは、はい、簡単な方書いてたら正解だったわ、それ。ごまかしたって、ごまかせきれなかった、ごまかしきれなかった、だんだん自信なくなった、なんかちっちゃくなっちゃったはい、ゼロポイント。さあ次、遺跡見ていきましょう。サイのミス、あのね、それミソラって呼ぶの、それヒバリさんじゃない、ヒバリの方だね、それ。ちょっとサイさんの人、こういうなんか、いや、まあちょっとシャレ気を出してる、ああそうなんだっていう言い訳をしながら、本当は自分の知ってる漢字を使って書いただけですね、それ味噌って言うけど知らなかったからはい、ゼロポイント、ダメ、え、ゼロですか、ゼロゼロ、そんなシャレ聞いただけじゃダメですよ。さあ、猪俣さん見てみましょう。猪俣さん、性格が出た。さゆみの味噌じゃなくて、さゆみさんね、ちゃんとさん付け、その結果、脳を忘れてるから、さゆみさん味噌って言うのあのね、注文したよ、さゆみさん味噌注文しちゃったの、まだ食べれないから、優勝決まったわけじゃないから。見てみましょう、さゆみさんの味噌、惜しいな、だから蘇がね、間違えちゃった、うーん、いや、でもまあ合ってるか、そっかそっか、簡単な方で書いたのね。そうですね、じゃあこれ正解ですよ。お、まあ、ちなみに難しい方の蘇は、はい、答え出しましょう、こちらなんですね。で、えなちゃんね、惜しいのよ、簡単な蘇とちょっと混ざっちゃってると思うのよ、うん、というわけで猪俣さん1ポイント。さあ、どうしようかな、さくらりょうちゃん、うん、そがね、そがね、がね、口が足りないんだよね。でもそって読めるんですよ、これ。そう、そって読めるんだけどね、ちょっとりょうちゃん、口が足りないんだよな、口が、うん、さっき食べちゃったから、ポイント、あ、ポイント使っちゃった、口を、あ、使っちゃったんだ、ちょっと、そのカメラさん、ちょっとりょうちゃんの口の、じゃあその、映してもらったら答えにしようかな、それ、口を足してみてね、そこに、はい、じゃあ、せーの、正解正解、こちらが、それおかしいですよ、5ポイント。だったら私だってちょっとごちゃごちゃしてるだけじゃないですか、はい、ああそれ、はい、消して次の問題ひどいねえ、おかしい、違う、だってちゃんと口ついてたもん、あれ答えになったもん、おかしい、確かに可愛かったけど、ちょっとはい、クレームは一切受け付けませんというわけで、続きまして3問目に行きたいと思います。10ポイント問題とかですかね。あ、続けていっていいですか。
さあ、それでは3問目に行きたいと思います。まずその前に得点の経過を見てみましょう。えなちゃん1ポイント、伊勢木0ポイント、井上さん1ポイント。なんと桜井梨央ちゃんまだ3問目なのにすでにもう、1ポイント、2ポイント、5ポイント、8ポイントも取ってますね。おかしい、おかしい。クイズは1問、1ポイントなんですけど、すでに8ポイント取ってますから頑張ってください。さあ3問目、ちょっとじゃあ3問目はねサービス問題になります。それでは行きたいと思います。3問目、こちらさゆみさんはあのラーメン店さんから唯一のれん分けを許されたというラーメン店ですが、ということは問題は何だと思います？どのラーメン店でしょうかではなく、のれん分けを漢字で書いてください。よーいスタート。難しいよ、これめっちゃ。サービス問題じゃない。のれん分けぐらい書けるでしょうよ。ちなみにね、あの先ほど言いましたあるラーメン店のすみれさんですね。それはもうね有名ですから、今回問題なんかしません。のれん分けを漢字で書いてください。あげあなた方もう結構大人だぜ。3年前ぐらいから8人分けになりました。若干減ったんでしょうね、多分ね。もう分かんないですよ。頑張って、ラーメン食べたいでしょ、みんな。あ、もうそれどころじゃなくなってきちゃった。もうダメな、ポイントが欲しいよ。これ見てくださってる視聴者の方々はね、のれん分けって書けるでしょうかね。意外と確かに普段ね、のれんってね、その書いたりすることはないでしょうしね。今の時代ってみんなこうすぐ携帯とか変換しちゃうから、漢字のね、漢字離れなんて言われてますけど、こういうところでやっぱりね、書いていかないと。さあ、皆さんね、それがもう…バカばっかり。いや、難しいですよね。さあ、僕はじゃあこっちで答え書いとこう。のれんぐらい書けないと…のれんも漢字で書くんですか？聞いてた？クイズ聞いてた？全部漢字。のれん分けを漢字で書くの。ああ。もうダメよ。そこから書き出しちゃう。ダメ。ダメ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 。何を書いたんだ一体。ダメ。はい。さあ、じゃあ皆さん書けたでしょうか？僕もあの答え書きましたからね。じゃあちょっともう答え見せちゃおうかな。はい、こちらがですね、のれん分けです。で、皆さんにはまだ見えてないと思いますけども、こちらが答えののれん分けです。さあね、まあなかなかね見ない感じですけども、この子らももういい大人ですからね、書けると思います。ああ、見ちゃった。さあ、それでは一斉に出してもらいましょう。せーの、こちら。はい。もうね、どうしよう。ひどいな、どっか。ちょっと待って、じゃあそこから行こう。そこから行こう。じゃあもうね、遺跡から見てみましょう。遺跡の答え、のれん分け。どう読むのそれ。読み方かわいい感じです。なんかちょっとね、顔みたい、へのへの文字みたいになってるけどね。その下見てみましょうね。ポイントください。あからさますぎる。なんかないのか、他に。ポイントっぽいっぽいですけど、ああいう可愛さがやっぱりね、ないないない。いや、だって可愛いです。確かに可愛い。まあでもね、のれんっていうのを一文字頑張って書いて、ひらがなだけどね、それで。じゃあ、漢字です。なんか、じゃあせめてものポイント、じゃあ1ポイント取り上げて。やったー。1ポイント。さあ、次、えなちゃん見てみましょう。えなちゃん、こちら、のれん分けって振りがな振りゃいいって思ったね。しかもローマ字かっこいい。すみれさんですよね。まあね、確かにちょっとのれんを書いて分けてる感じ。それどういうことそれ。分け入った感じの。のれん分け。湘南の風みたいな。はい、ごめんなさい。はい、不正解0ポイント。いやこんなんあげるわけないじゃん。のもれんも全然違うよ。稲俣さん見てみましょう。稲俣さん、のれん分けってすごいですね。暴走族でもなんかね、組んでるんでしょうかね、この何方。
なんでそのね、あの消す作業を怠って罰で消したのか。ではありませんね。こっちではね、ただね、あの僕からしたらどっちでもありませんが、上も罰です。自信なさげに訳が下がってる。俺の訳はい、不正解ゼロポイント。あ、はあ、問題はここですよ。あの、え、のれの漢字で書くんですか。まあ、あんなの開かないで書いてますけど、のれんをね、うん、のれんの漢字って、うん、いつ使うんですか。うんとね、少なくとも今使ってるの。今使ってる、うんうん、今すごく欲しかったんだけど、まず今はなかったよね、はい、で、結果それあの、のれんの間の点線は何だろう。こっちのやつ、うん、あげるよ、ありがとうみたいな、うん、まあよかったー、あ、よかったか、一緒に頑張ろうね、違う、そういうのじゃない。漢字を書いて欲しかったし、もうなんだったら謎なぞにもなってないぞ。いや、もうここだけでのれんはわかるから、わけだけで十分かなっていうのが、うん、あー、まあ、あ、そっか、そういう理屈か。あ、じゃあ1ポイントだわ。あ、おかしいじゃん。ちょっとデスクさん、何が。もう帰って。僕紹介です。食べるから。ダメ。勝手に食べちゃう。あ、ちょっと。お腹空いてきたし。あの、バカは黙ってる。お腹空いてきた。うん、じゃあ4問目いくからね。わかった。本当にここからサービス問題にしよう。4問目はね、丸バツクイズにするの。それだったらできるでしょ。ああ。あ、でも丸バツのやつ。あ、ちょっと待って。あったあった。怖い。あったあった。忘れてた。常に家出る前にハンカチポケット丸バツプレート持ってた。ポケットってなんだ。ハンカチポケットティッシュね。これちょっとせっかくだから使おう。はい。すごい。一人一枚。ほら。豪華豪華。豪華です。ありがとうございます。そもそもなんでこれがあるのって話だよ。なんで食べに来たのにクイズバッグに。違うの。結果ね、だからこれ使ってみて。勝ち残った人がラーメン食べれるわけですから。さあ、それでは4問目に行きたいと思います。4問目はですね、丸バツクイズになりますんで、まあこれだったら簡単でしょう、当てれると思います。こちらさゆみさんにです。さゆみさんにはですね、なんとこう、あのちょっと変わった炭酸飲料があります。他ではなかなかね、飲めないじゃないですか。ラーメン屋さんに特にあるのって珍しいと思います。このサイダーというか炭酸飲料の名前はセピアの刺激である。丸かバツか。そのね、名前だけちょっと何、もういいね、これはもう直感でいこう。じゃあいくよ、せーの、ドン。バツバツバツ丸。いいのね、まあ、ちょっと意外と割れるか全員同じかなと思ったけど、一人だけ丸でいいのね。私だって三ツ矢サイダーしか知らないです。おお、大概僕もそれぐらいしか知らないかも分からんけど、あとリボンシトロンとかあるけど。あ、そうですね。まあそれでは自信あるね。あるんですけど、みんなバツなんでちょっと不安になってきます。リオちゃん、大丈夫？変えなくていい？まだ今なら変えれるよ。いや、全然 OK です。おー、意外とクールだった。わかりました。じゃあ、そっか、わかりました。はい、正解は丸です。なんでいや、あの、今日気合入りすぎて早く来ちゃったんですよ。まあ、最初に。あ、そっか、最初に焼きてたのね。はい、飲んでたんですか。いや、ここにあるんですよ。あ、バレたか。私、知らなかった。早く来ちゃってて。そう、あの、酔ってたんです。すごい、自分が不思議ってたんですね。なんか、この人がすごい印象的で、それでちょっと酔ってたんですよ。ごめん、僕ちょっと4問目はね、考えてなかったから、今パッとそこに見えたからそれ出しちゃった。あ、しかったのに。確かに。最初ここの席空いてなかったので。あ、じゃあもうその早く来たのに免じて、もうあの5ポイント。あ、やったー。まあでも言っても6、1、1、9だからね。あ、じゃあちょっと頑張れば。デスケレギュラー頑張りましょう。頑張ります。最後の問題も丸バツです。最後は大逆転チャンス。当たった人は2兆ポイント。いや、いいかもな。今までの何だったの。こ
ういうのよくあるじゃん。こういうドルミファドンとかでもよくこういうのやりたかった。2兆ってすごい数字を出したかった。さあ最後当てた方2兆ポイントゲットできます。さあ最後の問題です。最後の問題5問目はこちら。森合デースケ、私ですね、森合デースケは稀に見るかっこいい男だ。丸か×か。当たった方が2兆ポイントですよね。当たった方当てに行きましょう。当てに行きましょう。当てに行きましょう。当てに行くのね。当てに行って分かりました。分かりました。食べたいですもん。うん、そうだよね。まあ、当てに行って2兆ポイントゲットしてもらいましょう。それでは丸か×かドン。あのね、あのだからまっすぐな目でカメラを見るな。大正解。あ、よかった、みんな一致してるってことは、大正解。大正解。正解は丸です。ないちょっと今食べることもできなかったよね。なんで僕今身のもんだくらい食べようか悩んだ。ちょっと何も言えた。こんなかっこいい男じゃ、まあいいや、そこはいいや、そしたらなんか今日誘っちゃってくる。え、待ってください、正解ですから。あのね、違う、あの正解か不正解か決めるのは、あの今日あのおごる僕だから。あのちいな、うん、全然もうだって2人っきりじゃなくてもう4人いる時点でもう僕が今日そういうのないんだなっての分かったから、もう別にどうでもいいんだそういうの。こんなに可愛い女の子がいるの。いや、今日調子の子ね。だから狙ってるでしょ、ね、今日だからね、遺跡とラーメン食べに来たつもりだったけど、もう僕の気持ちはもう完全にね、もうリオインマイハートになっちゃったから。ちょっと一番親密なこの二人どうするんですか。あ、もう一番親密な、あのもう来週からいいよ。ひどい。というわけでね、あの結果発表に入りたいと思います。まあ遺跡が6ポイント、結構取ってる。えなちゃんが1ポイント、猪俣さんが1ポイント、そして桜井梨央ちゃんが2兆9ポイントというわけで、9ポイントの桜井梨央ちゃん、堂々たる優勝かよっしゃー。ありがとう。頭いい、全問正解。いいからもうね。というわけで私がおごるのは桜井梨央ちゃんでございます。それでは食べていただきたいと思います。え、そもそもあの、うん、優勝者の人ラーメンって言ってましたけど。そうですよ、これさ今日デートだったから2杯分大丈夫なんじゃないですか。おお、僕の分ね。いや、あのちょっとさっき見たら1000円しかなかった。しょぼい。いやいや、じゃあ2000円入ってると思ったのよ。1000円しか入ってなかった。だから、でもすべこべ言う、どうせてめえら食わねえだろ。なるのか食わねえんだから、バカさんに。言い訳してる方が確かにだけど。リオちゃんだけ食べればいいの。自分食べれないんだって、かわいそう。かわいそう。シャキアの刺激飲むわ。飲んでやるわ。みたい飲んでる。それなら、それなら、こっちに帰ってくるわ。それでいいよ。頭燃えて、もう最初のキャビってこのこと言うからね。でも
かしいもん。デスケさんおかしい。おかしいと思う。いただいて。ちょっとね、今日はですね、ただの醤油じゃなくて、ちょっとあの裏メニューというかね。裏メニューですよ。なかなかサイミさんでも、そう、サイミさんでも普段食べれないような、でちょっとあの変わった醤油らしいです。の顔も可愛いもの。さあ優勝するわ。美味しそう。どう？うん。どうした？美味しい。すごい美味しいんですけど、ちょっと辛くないですかね。辛い。辛くない。辛くない。ね、まだ4月とはいえどもね、まだちょっと北海道寒いですから。この辛いぐらいのがまたね、温まって美味しいんですよ。え、でも、サイミさんのもともとは辛くない？もともとの醤油は辛いやじゃないんですけど、この流れてる曲、聞いたら大体わかるでしょ。私聞いたことある。この感じ。そうですね、こちらはですね、裏メニューでございましてね、あの、激辛なんです。入ってる。よく見た。赤い。言ってもね、言っても激辛なんですよ、その幻とかね、激辛なんですやんっていう、もっと辛いのは確かに本当辛いですけど、激辛なんですっていうそのノーマルのやつはスープ、こういう麺ラーメンのスープに合うように開発されたもんですから、まろやかになってね、そうそう、ちょっと辛いぐらいから、いいなぁ、そんなぁ、ずっと匂いがだからバカは匂いも嗅ぐなって鼻つまめす。いやバカですけど認めますけど、ちょっとひどすぎます。あ、ちょっとまあごめんね。でも全然食べてていいんだよ。あ、いいんですか。リオンちゃんはもうだって僕リオちゃんの食べる姿見に来たみたいなもんだからね。今日僕申し訳なさすぎるじゃないですか。気にしたい。いやリオちゃんは悪くない。悪くない。そんなバカのことも気にしちゃいけども。一番バカのデスケさんだから。いや美味しそうで、いいわ。なかなかね、だってね、普通のラーメンだってなかなかね、並んだりしてね、食べれなかったりね、大変なの。それを見せば辛いのは得意なの？まあまあ得意ですけど、はい、けど結構やっぱ辛い。若干辛いかなっていう。あ、はい、狙い通りです。ありがとうございます。優しいかもしれない。BGM がよく合うわ、これは。結構ヘビーな感じですよね。まあね、なかなかね、重たい感じがドーンときてますけどね。美味しそう。お腹すいちゃうけどね、見てたらね。まあまあ、でもあなた方はこれからあのね、勉強をして。いやぁ、なんていうと思うの？ね、ひどいですもんね。ひどいことはない。確かに難しいクイズ出しましたけど、やっぱりそれをちゃんとね、答えて勝ち残ってきた桜井梨央ちゃんですから。頑張りましたけどね、やっぱりね、今日ね、梨央ちゃんがね、いてくれてよかったと思うもの。そのための梨央ちゃん。そう。最初は遺跡だけだと思っててね、あの、はい、2人でデートできるもんだと思ってて。いや、騙されました。最初から聞いてましたもん。いざ入ったら4人いたからね、どうなることかと思ったらね、桜井梨央ちゃんがいてくれたから、もう梨央と2人でいいな。逆に、ちょっと、ごめんなさい。あ、逆に。ちょっと、ぐいぐい近づきすぎじゃない？ちょっとずつ距離詰めてかないよ。ごめん。あ、だから3人はだからもうあれだな。今日はもう、帰ったら。その止まんないよ、それを飲み込んでさ、お腹いっぱいすればいいんだ。出た。
ちょっと美味しいとかちょっとバカバカバカ娘さんに何いやいやいや香ばしいとかうんいいねじゃなくてさ何してんの美味しいいやいやそんな美味しいの知ってるわ美味しい美味しい僕も食べたよ何してんの美味しいなんで誰も答えねえ美味しいんだから分かる何してんのって聞いてるの食べてますおお正解違う何でクイズ出されたの何で勝手に食べてんのダメでしょいや勝手にお店からもらったの？ご褒美でって。ご褒美で。おお。おい、僕も結構頑張ってるぞ。あれなんだよ。やっぱりいい匂いします？いい匂いめっちゃするね。よだれ出ます？よだれ出る。で僕なんか食べようと思ったらね、店内の水だけ僕の分もあったわ。いただきます。さっき聞いたら今日もスープ切れらしいし。マジかい。今自腹で食おうと思ったのと。何それ自分らの分なんかでもあー水うめすっごい水美味しいちゃんと生姜が入ってるあそう珍しいよね珍しいですよちょ小鉢とかもらってさみんなの分ちょっとずつもらったら僕の分になるよね美味しいあ聞こえなかったですねっていうコメントはどうなんだろう聞こえてるから出るやつ小鉢品切れって言ってました小鉢も品切れなのないですあもう明日早起きして並ぼう今日僕ないって僕見てました僕結構頑張りましたよねなんで答えれなかったバカ3人がリオちゃんはいいんだよ全然食べててもでも匂いでご飯を食べるってあるじゃないですか、うん、匂いで水飲みましょうマジで匂いで水飲んだらこれスープの味になるかもしれんわ水どっからどう飲んでも水でもリオちゃんなら許すもう3人は一切許しませんのでねまあ食べれたからいいですよそっかあ僕はね、皆さんね、じゃあゆっくり食べてください僕は皆さんの分まで水飲みますからねあと明日、明後日来ようかな美味しい香ばしい皆さんどうでしたか今日はこの番組僕があの女の子にお店紹介してもらうはずなんですけどねあのまだ僕今まで食べたことないおかしいでしょこれ何を紹介してくれたの今日は水を紹介されましたというわけであとは皆さんね女の子が食べる姿見ながらお別れしましょうではまた次回さようならさいぶさんでしたいいから早く食べろよもうもやし食べちゃういや美味しいもやし柔らかいですよ、ね、もやしだけだもん水あ水切れましたあ、水も切るの I'm very hot.